ウィスコゾンです。今回ですね、この謎に包まれた死のボックス ×10、これがね多分おそらくゲットできるということで、この中身が判明したというわけで、まあ、どんな中身なのか、そして何が出たら当たりなのかっていうのも紹介していこうかなと思います。ということで、まあ、ぜひね参考になったなって方はチャンネル登録お願いします。はい、というわけで、まあこんな感じですね。まあ一部覗いた、まあピンズとかスプレーとか覗きました。あいつら価値わかんねえから。まあちょっと覗いたんですけど、で、この A プラスと A の違い何ですかと。で、A プラスは A と同じスキンの値段なんですけど、まあハロウィン限定ということで、次のハロウィンもしくは今回のハロウィンでしか買えないということで、まあちょっと、リアリティ上げましたって感じなんですけど、まあ S から見ていきますと、まあ、メガボックスとちょっと似てるかな。ハイパーチャージスキンも出るし、レジェンドレアスキンも出るし、ハイパーチャージも出るということで、まあ、かなり熱い。そして A では、まあ199エメラルドぐらいの価値の、まあスキンも出てくるし、で、なんかね、いろいろ出ます。ちゃんと、なんか、全体的にいっぱい出る感じですね。まあなんかメガボックス10個って考えてもらえたらいいんじゃないかなと。で、まあスターパワーとか、まあ、結構ね、2000コインで買えるやつなんで、これ出ても全然嬉しいんじゃないかなと。というわけで、まあ個人的おすすめブロウィンスキン紹介していこうと思うんですけど、まあまず一つ目、フクローマ女子エリーですね。これね、ウルトラレアスキンなんですけど、あの白いレオンと同じリアリティなんですけど、俺白いレオン持ってなくて買えないんですよ、今。だから、まあ A プラスっていう区切りなんですけど。まあちょっとあれ欲しかったな。あれ使いたかったけど、まあ持ってないんで、フクロウマ女子エリーで我慢します。さあ、ということで、まあこのスキンの良し悪し、結局もう試合に勝てれば、スキンはいいスキンで。試合に負けたらスキンは悪いスキンということで。あ、ちょっと待って、俺がサイドやな、絶対。ちょっと変わってほしいけど、ちょっと遅いわ。ミスったわ。全く何も考えてなかった、今。基本的に適当にブロストしてるんで、ミッドとかサイドとかそういう概念あんま気にしてない。あ、これね、黒ちゃうわ。これとか壁割って、割って。あ、違う方か。あ、持ってんじゃん。持ってるなら決まったと思うけど、まあ。まあ結局、スキンで大体わかるんで、人の PS って。サメみたいなスキン使って上手いやつあんまいないっていう。まあ俺の中のエゴが言ってるんですけど。まあ別にいるけど。別にいると思うけど。ちょっと珍しいな、このスキンは。まあこれ倒して、まあこれ、どうしよう、ハイチャ使って決めるか、普通に。なんか渋って、なんかネズミのウルトで、なんか時間稼がれて決まらなかったらちょっともったいないんで、こういうのはもう普通に使っていきましょう。どんどん使っていきましょう。で、まあ、ウルトも持ってるし、うお、ナイス。やっぱいいスキン着てるわ、お前。あー、これどうしよう。これ、ウルト直接打っても、まあ、結局シールドでガードされちゃうんで、一旦シールド剥がしてからみたいな感じか。ナイス、これぞ。やるやん。さあ、お前はパス係や、そこれ。うお、待って、お前。おい、マイクソ、パスすんな、マジで焦った。1マスに反射させんな、ちょっと。計算が全部狂うわ。というわけで、まあ、さっきのスキンは勝てたんで強かったんですけど、さあ続きまして、ゴーストスクイーク。まあ、見た目がね、圧倒的可愛いですね。エフェクトとかはあんま変わんないけど、見た目がいいよね、これは。さあ、ちょっと相性最悪なんですけど、まあ、リリーにボコボコにされる未来が見えるけど、あとケンジ。ちょっとでも、まあでも結局、このスクイークのウルトをどんだけ当てるか問題なんで。いやー、ケンジ大変そう。あ、辛そう。あ、辛そう。耐えろ。ナイスです。で、ここ耐えてくれたら、まあ、まだある。クソキャラボール、これね、一旦ボール、うわー、ボールクリアしたい。ボール。ボールを先にどっかやらないと、もうこれ守れないんよな。サッカーは敵を倒すゲームじゃなくて、ボールをいかに敵から遠ざけるかっていうゲームなんで。いやー、ちょっと今の止めれたいの気するけど。さあ、これエドガー頑張れ。で、これウルトだいぶ当たったっしょ、これ。だいぶ当たってる。さあ、2周目。いや、2周目いらないな、これ。はい、で、これビジョンギアで見えてるんで、もうこれ勝ったな。で、ハイチャの弾の速度えぐいな。まあ、使わないけど。まだ使う必要がない。あ、強え。このスキンえぐいぞ。もう、うわ、勝った、絶対。やば。え、めっちゃいいじゃん。めちゃめちゃいいじゃん、このスキン。かわいいな。この白い、ハクソですか。はいちゃ。売りたい。このスキン売りたい。必要ないわ。誰も買わなくていいわ、これ。はい、続きまして、まあ、結構な猛者が使ってるイメージがあるんですけど、まあ、このパンプキンスー。なんか顔面がいっぱい取れてる。この能力はアンパンマンから授かったものなのか、さておき。まあ、これちょっと使っていこうかなと。なんか、異質よね。顔面がパンプキンやと。見た目があまりにも違いすぎるけど。まあ、このスキンね、なんか、マジで上手い人が絶対使ってるような気がする。なんで、まあ、割とおすすめではあるんですよ。なんかこのスキン使って
なんかパワーリーグとか、ガチバトルか、ガチバトル、パワーリーグ古いわ、ちょっとガチバトル潜ったら、まあ、大体なんか安心して信頼できる数なような気がするんで、まあ期待されたい方は、まあ、ぜひ買ってみたらいかがでしょうかと思いながら、俺スツーね嫌いなんですよ大体なんかあんま軽く出ないし、なんかちまちまなんかウルトいっぱい使わないといけないんで、ちょっと忙しいじゃないですかこのキャラクター。俺忙しいの嫌いなんですよ。どちらかというとなんかもうエルプリモみたいな、なんか普通にボン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 オートエムでどんどんなんか活躍できてるみたいな感じのキャラクターが好きなんですけど、まあ使うなら、どうせ使うならちょっと頑張って見せていこうかなって感じだとは思うんですよ、思うんですけど、さあまあこれ買ったか、さすがに。まあこれファング突ってきたら怖いんで、まあ、味方になんとか盾になってもらって、さあこれ倒していきの。だいぶ削れんな意外と。意外とスツー悪く、あ、これくる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 、終わった、ミスったマジで。これはスキンは悪くない。廃茶使ってもいいぞなんなら。なんなら拾っても持って帰ってきていい。廃茶、もう死ぬぐらいなら廃茶使ってもいいけど、あーまあ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 。クソだなこのキャラクターマジで。いつになってもいつの時代でもナイス。いやでも味方が足す、あこれはもう自分のケツは自分で拭くよさすがに。あぶねえ、耐えたちょもうミッドしたくねえわマジで。ちょこんな感じで避ける予定だったんですけど、避ける予定だったのよ俺だって、俺だって死ぬ予定ではなかった。さあまあモーティスもハイパーチャージ持ってるし、まあさすがにもうレオンも死なないでしょ。まあこのウルトループのコツで言うと、攻撃打って当たるなと思ったらウルトを使いましょう。そしたら次の攻撃当たってウルト溜まるんで、そんな感じでループするのがいいんじゃないかなと。はい、続きましてカボチャのファングなんですけど、まあ、これはねあのもう普通に売られてるんで、まあ、今買える通り売られてるんで、まあ、ちょっとねレアリティというか、まあ、ハロウィンではあるけど、まあ、いつでも買えるスキンなんですけど、まあ、ちょっとこれ使っていこうかなと。さっきのファングで魅了されたわちょっと。いやもうね負けたらアカウント削除とかしすぎて、なんかこんな感じで普通にリラックスしながらブロストやんの懐かしいわもう毎回毎回緊張しながらやってるから、ちょっとね純粋に楽しめてる。うん、やっぱ地獄見ねえと普段の幸せっていうのは感じられないっていうのがよくわかりますねこれ。なんか日常的に普通にご飯もぐもぐ食ってるけど、やっぱなんか 2,3 日ぐらい何も食べない日を作らないとやっぱ感謝できないみたいな感じで俺は日頃のブロスターに感謝できなかったけど、まあこうやって久しぶりにやってみるとおもろいなブロスター、緊張しないブロスター楽しいわ。さあ強えこのキャラクター意外と強えな、割とやるやんと。まあこのマップがね結構ファング刺さってんのかな、まあ、ある程度近距離もできるから、まあ、壁裏に待機しても強いし、でウルトの機動力もあって、まあ、ハイパーはちょっとハイパーチャージ楽しむか、久しぶりにハイパーチャージで、なんかティックがエメ持ってんのちょっと怖いけど、ハイパーチャージ使って上に当ててから、お前俺のループ物語に何邪魔してくれてんねん。おいちょっと待って、最悪、あ俺 MVP じゃない説ある、このティック遠くからちまちま弾打ってエメ拾ってるだけで MVP じゃね？お前マスタリー2番イベント中に MVP 取んなよ。はい、ということで、まああのハロウィンスキン結構ねいろんな当たりスキンがあったんですけど、まあ、なんかスクイークだけあんま良くなかったんでまああれだけ買わないようにしてくださいまあ別に可愛いけどってことで、まあぜひね参考になったなって方はチャンネル登録お願いしますということで、今回はご視聴ありがとうございました。